デメ裏に聞きたい。模型パドック YouTube チャンネルメンバーシップ開始しました。メンバーになるとオリジナルのバッジの表示や絵文字がコメントやチャットで使えるようになります。メンバーシップレベルは月額の異なる3種類をご用意。その他の特典も随時増やしていきたいと思っておりますので、応援のほどよろしくお願いします。はい、デメ裏に聞きたいコーナーということで、今日もビシッバシッと熱く語っていきたいと思います。専門家のデメさん、よろしくお願いします。いいえ、僕は専門家を辞めてちょっと面倒くさくなってきたおじさんっていうことにしたいと思います。よくわかんないです。まあまあまあ、よくわかんないというか、もう面倒くさいっていうのはもう僕は分かってますから。ええ、見てる人は多分何の面倒くささなんですか。いろいろ面倒くさいんです、うん、ええ、だからこじらせたら面倒くさいです、ええええ、面倒くさいです。そこもね、触れない、触れない。臭いものや、蓋をする。いや、蓋をしてるんじゃなくて、もう開けっぱなしみたいな。ああ、うん、そういうもんな、勝手にしてみたいな。ああ、そういうもん、うん、どっかもう匂い飛んでるかな。ああ、もうそういう感じだね。ふふって蓋しちゃうと詰まっちゃうから、また発酵するから。どん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 苦いしてくる。なるほど。だから、はい、それだけ聞くと臭い人みたいな。臭い人。はい、ということで、皆さん、このコーナー、皆様からのお悩みご質問に答えるコーナーとなっております。今返答期間が1ヶ月から2ヶ月ぐらいでちょっと伸びておりますが、ぜひこの機会に皆様のお悩みご質問じゃんじゃんバリバリ大募集中でございます。投げかけていただけたらなと思っております。さて、今回はユーキングさんからの投稿2人に聞きたいということで、デメウラさん、こんにちは。こんにちは、こんにちは。毎日仕事の移動時間に楽しく動画を、はい、見させていただいております。ありがとうございます。私はサバゲー初心者3ヶ月目で、この動画がきっかけで最初の相棒 G&G ファイヤーホークをパドック様より購入させていただきました。ありがとうございます。まだインダーフィールドで数回しか実践できていませんが、セミオートが多いので FET もしくは ETU を導入した方が長く使えるかなと素人なりに下調べして、パドック様へ先日動画させていただ、あ、動画じゃない、電話させていただきました。はい、住まいが九州なので直接来店はハードル高く申し訳ないです。そんなことないですよ、海を越えればお隣さんです。電子トリガーを導入したい。パドック様で以前購入した電動ガンで UBC ブラッシュアップカスタム済み、アンブレカスタムブラッシュアップ済みかな、ざっくりした情報を伝えた上で、おすすめありますかと店員さんに尋ねたら、リバイアさんとタイタンの2択。私も知識不足かつ電話でのやり取りだったので、もう少し細かく現状の状態伝えられたらよかったのですが、最終的にはお店に送って相談という形になったので本日発送しました。別紙で希望詳細を添えて、ただ個人的にはもう少し踏み込んだ聞き取りをして、選択肢を提示しつつも代理店ならではの幅広い提案が欲しかったなと思いました。レスポンス向上なら MOSFET ユニットもありますよ、予算はどのくらいなど、対面でない電話対応の難しさは私も経験がありますが、客側からすると少しもやっとしますね。デメ裏さん、先輩方から電話問い合わせのお客様側へ最低限このぐらい情報や要望を伝えてくれいといったリクエストありますか。差し支えない範囲でアドバイスいただけると助かります。よろしくお願いします。長文ごめんなさい。PS 撮影、動画撮影中の飲酒家でしたら宮崎の焼酎を送ります。はい、なるほど。飲酒に関してなんですけども、焼酎が僕飲めないんですよ。日本酒は飲めます。すごい話。日本酒は飲めます。いや、ここで飲むかって言われるとちょっとそのね、いや僕は飲みますよ。僕はお客様からいただいたものなんで飲みますよ。帰りは誰か送ってけ、帰れなくなっちゃいますけど、私はちょっとここだと帰れなくなっちゃうんで、もしいただけたらあれですね、配信かなんかで、私はここで飲みますよ。飲み会配信で飲ませていただきたいと思います。僕は焼酎は飲めません。私は、まあ、基本何でも飲みますけど、最近はウイスキーが。さあ、肝心な大事な大事なお話をいただきました。はい、はい、これに関してですけども、よいしょ、お名前がユーキングさんからのこのお話に関してはですね、ユーキングさんは
何ら悪いと僕は思わないです。これは何ら悪いというか、お客様としては何か知識持ってた方がいいんですかっていう風におっしゃっていただいているのは逆に申し訳ないと正直に思います。カスタムするときに知識がないとカスタムできないんじゃないかって思われてるお店になってしまったら僕はいけないと思ってるんです。カスタムっていうのは専門の自分たちがその知識を持っていたら、こういうのがお客様ご提案ありますどういたしますかっていうのを触れるのが僕らの大事な受付の仕事だと思っています。で、じゃあ、例えば聞き方がわからないよって昔から結構言われるんですけども、お客様が、まあ、例えばユーキングさんがセミオートでものすごく運用が多くなってきちゃったとか、サバゲーでセミオート主体になっちゃった、でセミでやっぱキレのいい打ち味が欲しいなとか、スイッチとか大丈夫なんですかっていろいろ見るとっていう、そういうので全然構わないです。スイッチがなんか焼けちゃったりしないのかなとか、セミオートもっと強くならないかなとかっていうので、じゃあここからの選択肢の引き出しをいっぱい持ってるのが自分たちプロだと僕は思ってます。じゃあ仮に私がこれを答えるとしたら、どういうふうに答えましょうかというとですね、まずはコストはかかりますけども、セミオートで圧倒的な信頼感を得て、自分の好みにセットアップができる電子トリガーというものがございますよ。でこれ出たのがリバイアさんとタイタンというのがあります。でリバイアさんというものはセットアップ方法が分かりやすいですアプリでって、こっちの方が直感的にアプリで日本語もしっかり訳されてるので説明ちょうどいいですよっていうのがリバイアさんです。じゃあタイタンってどうなのっていう時は、タイタンは様々な、ハイスペックなものに対応できるぐらい幅が広いので、これはどん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 やってった時にはタイタンの方が細かなセットアップができておすすめです。でこの2種類のどちらかを入れることによってセミオートという部分ではご自分の携帯でアプリでセットアップできるから、自分好みにセットアップできますよって。で初めてだったらリバイアさんをおすすめしますがまず電子トリガーの僕の答えになります。ただその他にスイッチをちょっと保護したいだけであれば FET という選択肢がありますよと。 FET を入れることによって物理的に電気のこう流れる部分をスイッチングする、FET っていう機構をすることでスイッチの焼けを防止するので長く使えますし、セミオートを対応しても安心感が増えますから、こちらの方が安価ですよと。まあ電子トリガー入れると2万5000円とか3万円かかってちょっと高額になっちゃうので、そこまではっていう場合は、まあ、1万円以内高く見ても1万円以内で入れられますよ。さらにもう一つスイッチが消耗しないわけじゃないですけど消耗を遅らせるっていうことであれば SBD っていう選択肢もあります。これが一番安価になりますよというような話の説明のこのこれだけでも3つあるんですね今スイッチに関しても。でさらに機械式でやりましょうか電気式でやりましょうかっていうレスポンスがあって、機械式の方は、中の耐久性をメインに考えて私たち工房員たちが、そこに合わせた電圧を 11.1 で使用できるようにしてくれって言って耐久性を持たせるセットアップ方法もありますけど、価格はリバイアさんやタイタンに近い価格になっちゃいますけども、修理が全部パドックでできるっていうメリットがあります。機械式なのでうちのギアを削ったりするのでそういうのができます。じゃあ、さっき説明したリバイアさんは修理できないのって言われると、リバイアさんという基板が壊れてしまった場合には私たちの方では修理ができないっていうデメリットがあるんですね。ってメーカーに送ったりして修理できるかっていう時間がかかっちゃうので、アナログ式の方が全部パドックで、機械式のやつは全部パドックで面倒見れますよって言わなきゃいけないんですこれね、今私も今結構端折りましたけども、説明するということはそういうことなので、ユーキングさんがおっしゃられた通りもやっとしたっていうのは、わからないものにお金を払うっていうのは誰でももやっとします。なんか言われたからこうなのかなじゃなくて、お客様が逆に何をしたいこうしたいよっていうのがもし汲み取れないのであれば私たちの教育不足だと思いますよね。その言葉の意図からこうしたいんだああしたいんだっていうのを引き出すのも僕らの、テクニックだと思うんですね。今これだけ聞いても僕はなんかやりたいことがなんとなく思い浮かびますよ。この質問、ちょっと電話の時にねどこまでお話になったかちょっと分かんないんで、はいはい、まあこの電子トリガーを導入したいパドックで購入してアンブレムラッシュやってますよなんですよ、うん、
っていうだけだと多分じゃあ弟子取りがだとこれとこれですね今、うん、で多分終わっちゃったんだと思うんですよね。だから電子トリガーの特性をちゃんと説明をしてないわけですよねきっと。まあそこは本来はまあそのお客様に合わせて もちろん分かってるけどどっちがいいっていう話なのか、うん、全く分かんないけどどう違いがあるんですかっていうパターンとその辺はまあキャッチボールだと思うんですよね。そうですね、うん、これはあのでも僕らはすごくこれには僕ら2人は超勉強させてもらってると思うんですよ。僕はあのこの出目裏の質問コーナーをやってからすごく思うんですけどものすごいいっぱい埋まってる地雷原をこの隣の友人兼プロデューサーはものすごい細いナイフでうまく切り抜けろって言うんですよ。もう刃先短い短い、うん、もうね5センチいかないやつでどっかに埋まってるから絶対っていうここをうまいことお前地雷を避けながら質問に答えてけよって言われてると僕は思ってるんで、だから汲み取る力というのはこれですごく勉強させてもらってます。まあまあね、このテキストになってるのとまた電話 とはまたちょっと違ったりもするんですけど、電話だから分かりやすいこのキャッチボールができるわけですから僕は電話の方が好きです、このテキストだと送るっていうのをこの行間は読んで多分こうだろうなみたいなところがあるわけじゃないですか。電話だとねあのお客様の声色とかが聞けるので、うん、いやどうしましょうかねってこの金額ちょっと悩んでる、あこっち本当はこっちにしたいんだろうなっていうのも分かったりするじゃない電話だとね普通はね、うん、なんだけど、まあ、ちょっと状況とかその場合によってはそこまで説明ができなかったのはこれは申し訳ないところではねあるんですけど、これは今まさにこのいう質問とかお客様の希望に沿ったチューニングをするときに、うん去年からずっと言っててもデルデル詐欺をずっとやらせてもらった匠がやっとですね、はい、やっとこう用紙ができてサイトを作り始めたのでこういうこうしたい価格は高いですよ。でも匠って、はい、特別な一丁にしたいから自分が窓口やります。そのカスタムの窓口をやって聞き取りをして、そこから工房の適任者を私が選んでそのまま直接担当につけます、普通のグランドメニューと違うから何でも言ってもらったらそれを実現するためにお客様とすり合わせます。注文住宅と一緒ですね。私にキッチンはこれぐらいないとみたいなことを平然と言ってもらったら分かりましたこれぐらいの距離だったらみたいなのをそういうこうなんだろうあなたのために作りますってチューニングはやっと、うん、やっとこさ喧嘩した実現できそうなので本当、まあ、でも結局だからそれをやるためには費用がかかるわけですよ。金次第っすよ、でだから普段のお店のお問い合わせだとじゃあそこまでできますかっていう話になります、ね、無理無理だから そこなんですよ。お客さんもどんどん長かけてもらえればそこで答えられることもあるし、いやいやもうワンオフで作ってくれお金はいくらでもっていう場合とちょっと話がね普段とはちょっと変わってきちゃうので、全部が全部なかなか全てに対応するっていうのは、厳しいところはあると思うんですけどね。まああれだよね、専門分野がやっぱそれぞれいるんですね。エアガンにもその銃が得意なやつ得意じゃないやつって、病院の窓口と言って僕は何どこが悪いんですかって聞いても分かりませんって言われちゃうようなもんなんですね今の現状うちだとしても。でも できる限りそれをどこの何々さんに任せると大丈夫ですっていうご案内ができるようにしたいって、グランドメニューでもそうなんです。これが分からないけど詳しいものにつなぎますってやれるようにするっていうのが僕らのテーマでもあるので、でもさらにもう一個突っ込みたいって言ったら匠っていうシリーズを言ってもらえれば本当に満足してもらえるものを作っていきますので、ぜひご利用いただけるようにしてもらいたいなと。僕らもまだ教育をどんどんしていきたいと思いますので、もやっとしないようにね、はい、できるようにしたいと思います。もやっとでわらになってますけどね、以上でもまあこういうねご意見いただいてまたね、スタッフの方でもいろいろ最近やってるんでしょ。そうこの間やったってことでやって、まあ、他のね質問でも答えてますけど勉強会をさせてもらったけど、でもやっぱ体罰ありにしてくんないかな。ダメです。
ダメかい、体罰って言ったらダメです。じゃあ、成長の過程意味が分かんないです可愛がりでいいんじゃないですか。成長の可愛がり、成長するための可愛がり、いいんじゃないですかね、体罰って言ったらダメです。やっぱ高周波とかつけて仕事させた方がいいんだよあいつ答え間違えたな、ビリ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 ってはい、もうでもこのね、お名前がユーキングさんね、ユーキングさんはもうおそらくもう送られて多分担当から連絡がいってカスタム内容決まってる、もう終わってるかもしれない頃だと思うんで、質問の時期とか考えるとまあちょっと分かんないですけどね、まだ仕上がってないかもしれないけど、ちょっとまた続報があれば教えいただければなと、コメントでもしていただければなと思いますが、最終的にどうなったのか。そうなんですよね、意外とあの自分がいないってやっぱ言われるので、まあイベントで出てる時以外店いるんですけどね、裏にいたりね、まあ最近は工房によく行ったりするんで、だから店頭にいないことはよくありますけど、店頭員は俺よりできなきゃダメなんですよ店頭のプロなんですから、ちょっとね、頑張れよと頑張れよとちょっともうなってもらいたいですね。はいはい、ということで参考にしていただければと思います。今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございます。デメ裏に聞きたいコーナー、トークテーマ募集中です。デメちゃん、裏方さんに聞いてみたい話、語ってほしい話、エアガン、サバゲー、カスタム、装備品、その他の悩み、尋問、何でも OK。 デメ裏が動画にてザックバランに答えます。投稿方法は YouTube コメント欄かホームからエントリー。皆様からのご投稿お待ちしております。